見た。寒いね。ね、鳥取県やばい。やばいよね。やばい。寒いよ。寒い、すっごい。ふう。寒い。寒いね。風が強いし、顔面凍るぐらい寒かった。吹雪ね。鳥取やばいね。鳥取、鳥取、鳥取、鳥取。さすがに短パン履かないけど、でも制服スカートだから生足なんですよ、結局は。そう、結局は。寒いのでホットのトークお願いします。そうですね、まあ頑張ります。なんか今日でもめっちゃ寒いみたいな、昨日学校で言ってた、言ってて、そうで、あ、めっちゃ寒いんだと思って、そしたら割と思ったより寒くないやんって感じだったけど、寒かったわ。でも普通に痩せたように見える、痩せたんじゃないですか。なら寒いね。下にジャージは履きません。やばいよね。明日はでも公演なので、皆さんぜひ一緒に公演を見て温まりましょう。カイロ使ってます。カイロはお腹と背中に貼ってて、ここタイツとか履きません。もう JK なんで。いや、なんか履いてる人が JK じゃないとかじゃないんだけど、全然レミは履かない、履かない主義、履かない主義だから履かない。そう、でもバカ寒いです。バカがついちゃうほど寒い。ね、気づきますか、私の変化。すごいこだわりがある。寒いのか、マジか。寒いのよね。寒いよ。前髪切った、正解。前髪は昨日切りました。学校でも誰にも気づいてもらえなかった。自分から切ったんだよね。これ見ると温まりますので、一緒に。そう、切ったの誰にも気づいてもらえなかったけど、そう切りました。え、中止になる可能性あるの。そんなことってあるんだ。やん、マジ本当に言ってる。耳出してる。ここにクリップで留めてるんです。カチッと。ポニテしてて今日で、もう痛くなっちゃったから頭。前髪結構切ったレミ、だって目にかかってたからさ、この前まで。女性の前髪切ったが一番無事だ。確かに。なんかでも割とレミは気づく派。一体化してません。寒いから耳、あ、確かにそうかも。リミちゃんのモンバメの配信はなんか新しいの作りたいなと思ってて、レミルームだったんだけど、なんかレミもあれなんだよ、なんかって感じだけど。でもDM とかに送ってくださったり、755にも書いてくださったらいいし、 Twitter ではハッシュタグ徳永レミをつけてしていただいたら見に行きます。なのでメールのハッシュタグは後々作りたいなって思ってるので、そう。ウジタンさん、ハートありがとう。ユウさん、神ありがとう。イエイ、神。そうだから、とりあえずハッシュタグ徳永レミをつけてくださったら嬉しいです。 DM はインスタ、そうだね、インスタでも送れない方が多分多いと思うから、ハッシュタグ徳永レミをつけてツイッターに投稿してくださると、私はいつも結構エゴサーチをしているので、つけてくださると嬉しいです。そう、結構エゴサしてる。だから徳永レミってたく
さん、うん、徳永レミで青い、たくさんツイートしてください。結構見てます、私エゴサーチをさせていただいてます。はい、あ、一応させていただいてますね。レミサーチしてるので、レミタンでは検索しないかも。徳永レミかな。結構する。レミコではレミコ、レミコか、レミコもはしない、してないな。髪ボサボサじゃない、こういうスタイルなんですよ。ああ、立ち食いそばいいね。徳永では検索しないな。徳永レミで検索してます。そう。そうなんです。今日の髪型個人的に嬉しい、ハーフアップです。ハーフアップ、そう、ハーフアップアップって感じなんですけど、けどけど眠たい、眠たいね。あ、そう、皆さん2月のお話し会12か19、どっちか19だったかな、ワンショット完売ありがとうございます。本当に皆さんのおかげで、そうですね、完売することができて、本当に嬉しい限りです。全完売とまではいかなかったとは思いますが、でもなんだろう、前回のシングルでは一つも完売が出せていなかったので、まあ部数が今回減っちゃったっていうのもあって、完売が出やすいっていうのもあったのかもしれないけど、でもそれでもなんだろう、今回のシングルで完売を増やすこと、なんか一つとかじゃなくて数個完売がすることができてすごく嬉しかったので、なんかまあすごい皆さんの、本当に皆さんのおかげ、ワンショット完売なんてすごい嬉しいし、なかなかね、レミの立ち位置的には難しいので、そうだからこそ皆さんがそう、たくさん追加してくださったり拡散してくださったりしてくださったおかげで完売することができたのできたので、そうだから本当に皆さんには頭が上がらないぐらい感謝をしておりますので、2月もどうかよろしくお願いします。皆さん、そうなんです。なので、でもなんか次回のシングル、もしね、わかんないけど、これで部数増えなかったら悲しいけど、部数増えたからといって完売しなくなったっていうのはすごい一番嫌なね、あれなので、一番嫌なことなので、部数上がったから完売しないっていうのは避けたいので、皆さんこれからもたくさん、そうですね、お話し会、皆さんと楽しいお話し会を行えればいいなって思っておりますので、今回のシングル本当に皆さんご協力ありがとうございました。本当に皆さんのおかげで今回のシングルは何個完売が出たのでしょうかってぐらい、たくさん完売を皆さんのおかげでしてくださって、出せたので、それはすごく嬉しいなって思っています。でもここで満足していてはダメなので、これからももっともっと高みを目指して頑張るので、これからも応援よろしくお願いします。はい、ここでは満足してられないし、そうですね、完売することが当たり前にならないように頑張ります。生誕祭みたいになってる、確かに。スピーチ、
19、どっちが完売したのか分かんないけど、でも完売が出ることだけでも嬉しいです。でもね、全完売というあれはできなかったけど、でも皆さんのおかげで。そう、2月の次いつ話せるか分かんないって、もっともっと人気を上げて、なんか人気を上げるってね、すごい難しいことだなってすごいね最近めちゃめちゃ実感してる。外からの参加でも大丈夫です。多分なんかお話し会、レミとあのお話し会始まる前にチェックが入るみたいな感じなので、そう、なんて言うと、ああそう、人気がね、あのそう、人気を増やすっていうのはすごく難しいなと思って、なんかこの前レミの、すごいレミに響いた言葉があって、なんか公共の授業の時に、そう、人が映ってなければ大丈夫です、多分公共の授業の時に、なんだっけな、何の銀行のお話をしてたのか、で銀行のお話をしてて、芸能人はなんかお金をなんかあまり受け取ってもらえないみたいな感じだった気がする。まあなんかね、上あれが激しいから、安定した職業ではないので、あまり、そう、それで公共の先生が言ってて、なんか人気というのはなんか、あ、男性の先生で、公共の先生が、人気、俺は人気っていうのは人の気持ちって思ってて、で人の気持ちをコントロールすることは誰にもできないから、すごく芸能人って大変な職業だと思ってるみたいなことを急にそう語っていらっしゃって、ああなるほどと思って、それで確かに人気って人の気持ちって書くなと思って、そう、なんか人の気持ちってね、なんかコントロールできないじゃないですか、もちろん。で人のことってインフルエンサーという、まあ、芸能人、芸能界をやってる方、個人事業だったのかもしれないあの時だけそう、人の、でもなんかそう語っていて、確かにと思って、なんかそういう人気をそういう風に考えたことがなかったから、人気って人の気持ちなのかっていうのを思って、え、22、12も19もどっちも、嘘、それはそう、だからなんか、あ、人の気持ちってコントロールするのはできないけど、なんかそれをね、なんだろう、いろいろな、その人気を上げるためには努力が必要、計り知れないぐらいの、今すごく有名な、誰もが知っている有名な女優さんとか俳優さんは、あの計り知れないぐらいの努力があるんだと思います、俺はそう思ってますみたいなこと言ってて、なるほどと思いながら、計り知れない、ああなるほど、計り知れない努力、うん、だから本当に、なんだろう、人の気持ちを動かせる人ってすごく素敵だなって思います。なので自分もなんかそういう人になりたいなって思います、思いました。その時すごいめっちゃ聞いちゃったもんね、なるほどと思いながら、語彙力頑張れね、本当にそう、なんかね、すごい響いたね。
クスタ、アクスタ皆さんぜひゲットしてくださったら嬉しいです。でもそうポニーテールとシュシュ生写真もゲットしてほしいです。なかなかこうしちゃってないので、アクスタが一人一人違う衣装っていうのは、だからこの機会にぜひゲットしてほしいです。あとあのドライグレミ、レミって参加できてるよね。あれ昨日はレミ参加できなかったんだけど、昨日以外は多分7時台19時台はあの参加してるんだけど、参加できてるよね。なんかそう不安になってきた。あスタンプ出てた。22もできてるよね。なんかね参加できてないみたいになってるらしくて、んってなって、ちょっとそうだけど今日はちゃんと参加スタンプをしてみたり参加できてるはずなので。でもマジでレミ弱すぎてそう弱いです、すごく。本当に弱くてごめんなさいって感じなんですけど、チアレター使ってて交換所で交換してるんですよ。だけどなんか本当に仕組みをよく分かってなくて、チアレターそうたくさんいただいててありがたいことにありがとうございます。で交換したんですよ。その交換されたものはどこへっていう感じで、ガチャも回してて、そう何本当に難しい、本当に難しい。どこへ行っているの。編成してるって本当にゲーム苦手なんですよ本当に。やる気はすごいあってるんだけど、もうどうしたらいいか分かんなすぎてもう嫌になっちゃう。ゲーム苦手です。ゲームと無縁なんです本当に。だから iPad でしなきゃいけないんだって。本当に iPad でしてこの携帯を使えるようにしなきゃ本当に難しい。奥が深いゲームはなんかね、そうなって思います。お話し会決算し忘れるか、いや決算し忘れないでください。本当にそれだけはもう冗談とか何もなしでガチで決済し忘れないでください。皆さんお支払いはお忘れなく、そうお支払いお忘れなくということで、本当にこれは切実に守ってほしい。まあ人間誰しも忘れるということはあるんですよ。レインも何事もなんか忘れることもあるし、あっていう時もあるですけどですけどそうお願いします。決済お支払いね、お支払いよろしくお願いします。お忘れなく。26ぐらいまでだった。ありがとうございます本当にね。レミが悲しむと思ったらみんな忘れちゃういい言葉、そう本当に大切。大切なのでお願いします。
ガチで忘れてた。あ、それは今思い出してよかった。よかったよかった。会話が続かなさそう。そんなことはない。安心してください。エイモが会話続かせます。いや、なんかそう、安心できない。完売したからといって決済し忘れてた方がいたら、ね、完売じゃなくなんか本当に完売している時と押し増しがない時、完売してない時、押し増しがある時の本当に差がすごいなっていうのを改めてこの前日曜日のお話し会で思いました。この前の日曜日のお話、土曜日はすごいたくさんの方が来てくださってて、日曜日がどっちもワンショットもサイン会も押し増しがあったんですよ。でも押し増し あると思いながら、でもまあたくさんの方に来ていただけるチャンスではあって、でもすごい割となんかお話ししてない時間もそれぐらいあって、それなりに、いやーなんかそうだな、ね、ちょっと心にぽっかり穴があって悲しかったです。皆さん待ってます。はい、ギュッスです。まあね、そうツーショットで、まあ、横画面なのがねあれだよね。そう、あ、ゲスの洋服着てるってことです。横画面ね、レインも難しいなと思いながら、そう、まあなんかそう人気あるサイン会とかワンショットツーショットなかなかここだとね、リーも難しい。部屋着のパターン少ないとか言わないでください。部屋着のパターンはありません。部屋着は本当に 2,3 着で、部屋着何着もすごいリーはない、視点が合わないよ、それは。そう、あ、そう、寒くて足さすってます。そう、なんか難しい、お洋服が寒いとお洋服難しいなって思う今日この頃でございまして、髪留め可愛いでしょ。最近ヘアアクセサリーにめっちゃ余ってて、なんか可愛いのがあるとちょっと買っちゃうんですよね。最近はなんかキラキラ輝いている、キラキラ輝いてるっていうか、なんかストーンがついているピンを買って、でこの前の日曜日、それこそ日曜日の私からつけてたシュシュ、モフモフのシュシュも一目惚れで買ったし、これも一目惚れで買った、リボンも一目惚れ、あとモフモフのピンも買って、なんか最近すごい嬉しいことにたくさんヘアアレンジのねあれがあって、そう、なんかすごい最近ヘアアクセにときめいてて可愛いな、なんかもっと種類集めたい。イヤリングとかもね、リングとかもつけておしゃれになりたいなって思ってます。イヤーカフとか、リボン可愛いでしょ。衝動買いはするタイプではないんだけど、なんか本当にこれだと思ったのは買っちゃうかもしれない。そうそう、マックス鹿児島さん、神ありがとうございます。イエー、神、私は神、そんなことはない。値段見ないで買っちゃう、そんなこと。めっちゃレミ値段見るし、値段見てすごい葛藤する、うーんってなる。値段があれだったら買わない時もあるし、全然お財布と相談しながら
いつも買い物してますすごい急なプロポーズ来た。レミ結婚しよう、すごいありがとうございます。嬉しいですけど、まだ私未成年で、あの結婚できる年ではないんですよね実は。なのですごいね、急なプロポーズをしてくださってすごくね、はい、嬉しい気持ちはあるんですが、はい、そうですね、なかなか未成年ということで。そう、あと2年で、まあそうですね、はい、プロポーズ、もしかもさ、レミ呼びなのが、ま、あの面白い。16歳で結婚できません。なんかね、法律が変わったんですよね。もともとは16歳で結婚、女性は結婚できてたんですけど、最近法律が変わって18歳くらいになりました。お腹鳴ってない、多分このキュルキュル三脚の音、うん、ちゃんとレミ勉強してるんでそういうの分かるんですよ実は。イエイ、ね、男女ともに18歳になりました。クローバーさん、神ありがとうございますじゃあ2年後によろしくね2年後ね、学校の勉強ね、頑張ってるよ。めっちゃマジレスしちゃったわ、受けるぐらいマジレスしちゃって自分でもらっちゃう。おいらもレミタソに一目惚れちゃう、嬉しい、嬉しいな、一目惚れなんて、てへてへこんばんは。ね、強かったね作法さんチーム、本当に。あ、すごい、結婚してのギフトありがとうございます。おちゃん優しい、つばさいと思われてる、最近受けた。え、なんかさ、そのさ、涙袋すごいねってあの話覚えてますか。その涙袋がすごいねって言ったら、そんな悲しくないよって言った子がいて、その子が本当に面白くて、もうその子が面白すぎて、もう面白くてツボなんですけど、なんかそのレミのお友達がその子のことがあのツボすぎて、あまりにもツボすぎて、レミじゃなくてお友達がね、もうね、本当にレミのお友達がその子のことがガチでツボすぎて、あ、ヒューク始まったあ、はい、そういうヒューがツボすぎて笑い転げちゃって膝すりむいてたの。やばくない、ちょっとマジでやばいと思って、超面白い。そう、面白いんですよね、そんなに笑って。いや、リもびっくりしちゃった、膝すりむいたこっ笑い転げたらしい。やばいよね、レミじゃないよ、レミじゃないんだ。そう、どういう、リミも見てなかった、完全天然だと思う、なんか天然、その子の話があるかもしれないね、どこかで受付してるかもしれないやばい、リミも爆笑してる。なんかもう、でも今日はリミはね、涙が出るぐらい面白くて、なんかね、笑っちゃダメなところ、笑っちゃダメというか、なんかそう、なんかね、一人あのビブリオバトルっていうのをやってて、ビブリオバトルをやってて、でその子の発表だったの今日、その子の発表で、でもやばいと思って、これ絶対笑う自信しかないっていう、でも案の定面白すぎて発表の仕方が面白すぎ、もう、あ、いや、でもみんな結構笑っててみたいな、ちゃんと笑うこと、でもリンはもうそれ以上に面白すぎて、もう何もかもが
あの面白く感じちゃって、その時もう必死に転えながら涙流れながら笑ってた。そう、面白かったね。伝えられないのが悔しいね、本当に。伝えたい、ぜひとも。なんか難しいの。そうですね、そうなんですよね。面白かった。リンもビブリオバトルっていうのみんなの前で発表したんだけど、マジでなんか意味わからんぐらい緊張して、意味わからんぐらい緊張して、なんかええ自分でもびっくりするぐらい意味わからんぐらい緊張しちゃって、ね、本当になんかもうね、何あの緊張具合っていうってぐらい緊張しちゃったんだよ。なんかね、なんだろう、身内の方が緊張する、なんだろうな、すごい。なんか前も話したんだよ多分この話、なんかステージとかそういうこういうアイドル活動の中で人前に立つのは、まあ、もちろん緊張するんだけれども、なんだろう、リミのことを好きで見てくれる方もたくさん いらっしゃって、だからこそなんだろう、安心して話せるみたいな感じであって、でも教室とか身内教室なんか学校の発表はなんかさ、みんな同年あの同い年だし、何考えてるか分かんないじゃん今時の子って。今時の子って受けるいける、あの面白い言い方なんだけど、だからどういう気持ちで見てるんだろうと思うって、そうだからちょっと緊張しちゃって、もう心臓がドクドクしちゃった。だけど無事終わりました、よかった。今時なのか、ショールームで話すのは全然あれ、そうそう、身近な人の前の方がね恥ずかしい、絶対にそれは言える。身近な人の前ほど人見知り出るかも。そうそう、だからそうなのよね。ショールームは基本レミのことを好きで見てくださってる方が多いじゃないですか、だから全然でも最初はそう、お話し会は人見知り、お話し会も同じでレミのことを好きで来てくださってる方がほとんどだと思うんですよ。だから嬉しいなっていう、安心してお話できますね。萌えゼリフは別なんですよね。萌えゼリフは私好きではなくて苦手です。萌えゼリフってさ、なんで萌えゼリフ、ね、嬉しい。俺も嫌い、何が楽しいか、ね、萌えゼリフの良さを教えてほしい。そう、難しいよね演技の一つと思ったら、萌えゼリフは見てる方も恥ずかしい、それは共感性羞恥心的な、演技ね、萌えゼリフね、難しいよね。萌えゼリフ言いません、お話し会で。萌えゼリフ嫌です、やりません。もうアレミが最近覚えた言葉、共感性羞恥心。そう、なんかずっとその言葉は知ってたんだけど読み方がずっと分かんなくて、でも最近得ましたね私、共感性羞恥心という言葉を。そうそうそう、するタイプじゃないんだよ、うん、まあね、
周知し。なんかさ学校でさ、学校でさすっぴんでいくわけじゃん。でさっきこの色付きリップ塗ったらなんか寒かったのかよく分かんないけど、あの唇白すぎて血色なさすぎて面白かったっていう話です。話です。なんか最近さ語彙力を上げたいなと思ってて、そうなんか自分が使えるあの言葉をもっと増やしたいと思ってて、本を読みたいと思ってるんだけどなかなかね手が出ないんですよ。本、小説何かおすすめありますか？すっぴんのままで配信したら体調悪すぎてもう何もやばいからちょっとできないんだけど、リップ血色くっつけないとね。そうひたすら本読むしかないよね多分。焼肉定食以外まで受ける。それはそうだから本読みたいなと思ってます。港かなえさんの、おいすごい、二人もおすすめしてる。港かなえさんね、四字熟語かっこいい。そう頑張って本を探しに行く。なんか頭良くなりそうでさ、本読むと読みたい、読みたい止まりです。私いつも15分になったら教えてください。そう、あこれはあのこのねレミのくしゃみは配信とか表でするときはくしゃんなんだけど、本当はもっと豪快。でもそれを見せたら本当に嫌われてしまうから、本当にあのクションって終わらせてます。本当にいつもママとかお姉ちゃんとか家族にくしゃみやばいよやめなって言われるぐらい豪快で本当にやばいんですよ。だからでもこんなねクションっていうかわいいかわいいクションをできるのは配信、それを見たら本当にね皆さん引くので見せれないです。ちょっとそうそう調節できる。あやっと多分本当にインスタグラム 1.4 万人いきました。嬉しい、ありがとうございます。本当にでもこれからもっともっとなんかね、いいえ、ツイッターもそうですけどもっともっとフォロワーさん増やしたいなと思っているのでぜひ皆さんよろしくお願いします。そうリール上げたらやっぱ増えるね。リールなんか彼女風動画をこれからもたくさん上げていきたいなと思っていて、なのでなんかそう友達とかママにたくさん動画を撮ってもらおうかなって思ってます。あの日常的な普段皆さんが見れないようなね日常的な、そう言ったら減る、そんな悲しいことある。そうなのでなんかねもっともっとそう彼女風を出していけたらいいなって思いますので、皆さんぜひよろしくお願いします。 TikTok も出します。TikTok ね、ため撮りしなきゃ。あと1個で撮った。でもあれ友達が撮ってません。あれはママが撮ってます。はい。ママが撮ってますね。今まで載せたやつは。加工はあのリールとか彼女風は無加工です。ノーマルで撮ってます。
でも TikTok もそんな加工してない、加工はレミあんまり、うん、そうしない主義です。編集大変じゃないよ全く、ただ動画つなげて音楽つけるだけなので。そう、そうなんですよね、編集という編集はしてないかな。でもなかなか伸びないね彼女風 TikTok なかなか難しいようで、何伸びる基準って本当に難しいね。曲ね、曲大切かも。寒い、ワンアーアーワンリン、難しいなって思いながら頑張っています。そうです、振り付けを考えるなんて難易度高いことはできません、私には。なんかめちゃめちゃ有名なインフルエンサーさんとかが振り付けを考えたらバズると思うんですよ、流行ったりするんですけど、やっぱりなんかそこそこの、なんだろう、 TikTok での知名度がないとなかなかね、多分振り付けをしても伸びないと思うんだ。わかんない、本当にわかんない、とりあえずひたすら投稿頑張ろうかな。なんかなかなか毎日っていうのは難しいけど、ほうほう、毎日足の裏を見せる、ウケる、やばい、それカオス。ねみさん本当にイエベすぎて、イエベ、もうイエベの域を超えすぎて、手と足の裏もう黄色ごめんなさい、黄色です。あ、15分ありがとうございます。ではランキングを読みたいと思います。13位、ショートさんありがとうございます。12位、マックス鹿児島さんありがとうございます。11位、ドヤ星林長アットマークレミタンビッグラブさんありがとうございます。10位ショーアットマーク台湾さんありがとうございます。9位小次郎さんありがとうございます。8位ゆきたんさんありがとうございます。7位ようちゃんレミグミレミさんの笑顔が大好きさんありがとうございます。6位ゆうまットマークかっこ熊本さんありがとうございます。5位はやちゃんありがとうございます。4位ザナトさんありがとうございます。3位藤田アットマークお話し会追加しました、お疲れみたさわさんありがとうございます。2位立花アットマーク2023年はレミタンの年にさんありがとうございます。そして1位は矢崎レミ組徳永レミタマシさんありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました、ラキレミ。20位リンマルさんありがとうございます、おめでとうございます。続いては48位ゆういちさんありがとうございます、おめでとうございます。ベストは読めない、どうしよう。96位の方ありがとうございます、本当に読めなくてごめんなさい。なんとかせマラーさんありがとうございます、おめでとうございます。皆さん今日もありがとうございました。ではスクショ耳つまんで猿やん完全。
い、皆さん今日もありがとうございました。明日はアイドルの夜明け公演、そうだ、あ、そう、明日の朝ストーリーで、あの明日の公演でやってほしい髪型を募集しようと思っているので、皆さんぜひたくさん送ってください。たくさんというか、レミにやってほしい髪型がありましたら送ってくださると嬉しいです。はい、では明日の公演よろしくお願いします。バイバーイ、ありがとうございました。またね。